Aye. What? A group of young officers is behind this group. The Prime Minister and the Finance Minister have been killed. Yes. It's a fact. Yes. Watashi doitsu. Nazi desu. Taishi kan ni ikimasu. Shitsurei shimashita. Okuro, okuro. Is the ambassador here? He's out of town, but Colonel Ott is waiting for you, sir. Excuse me. I need more details. What is the cause of the coup? Why are the army officers attacking major political facilities? Yes. Yes. Find out and call me back. Damn. Mr. Ron Barabbas, having the Ministry of War for our neighbor doesn't help. I managed to get here. So the rebel security can't be watertight. Yet can you find out what's going on? The swastika is our key to the city. Lend me a car, Eugen. Car. Miss Kiefer, we need a car. Yes, sir. I go with him. Do that. Doesn't work. Miss Kiefer! Look at the Hakenkreuz. We are from the German embassy.私が代表だ。主筆尾形武虎。共犯昭和維新である。国賊朝日新聞は叩き壊す。 見た兵隊さんは、なかなかハンサムで、私、見とれてしまったわ。男って命がけになると美しいものよ。白田月なんかしちゃってさ。何が昭和維新よ。私なんか非常線に引っかかってバスから降ろされたのよ。おかげでこの雪の中外堀歩かされて、やっとたどり着いたんだから。こんな日でもお店開けるのかしら。もちろん開けますよ。ラインゴルトは開店以来、 年収目標約束してきました。ドイツ人の石頭。遅いじゃないの、アグネス。まさか今日お店開けないわよね。斉藤内大臣即死、渡辺教育総監即死、鈴木侍従長重傷、
高橋大蔵大臣即死、牧野前内大臣、西園寺公爵らは未だ音信不通、以上であります。陛下におかせられましては、反乱軍に対して直ちに現代に復帰すべしのご命令を下さりますようお願いに参りました。それでよろしい、杉山、速やかに実行に移しなさい。はい。一刻の猶予も許されぬ。わかりました。恐れながら申し上げます、この度の将校の行動は陛下の軍隊を勝手に動かしたもので、統帥権を犯すの甚だしい限りにございます。しかしその精神は君国を思う心から湧き出したもので、必ずしも咎めるものではないかと本庄は心得まする。陳が孤高の老臣を殺戮した凶暴な将校らの精神にどこに許すものがあるというのか。陳が最も信頼する老臣たちをことごとく倒すとは、陳が首を真綿で締めるのと同じ行為ではないか。Rebels are mostly young, armed only with rifles and a few heavy machine guns. No tanks and no bombers.With limited firepower, they should be easily suppressed by the main corps of the army. A に次ぐ勅命が発せられたのである。すでに天皇陛下の御命令が発せられたのである。お前たちは上官の命令を正しいものと信じて絶対不倫として誠心誠意活動してきたのであろうが、すでに天皇陛下のご命令によってお前たちは皆現代に復帰せよと仰せられたのである。なぜ俺たちが国賊なんだ。私の部下の中には姉や妹が女郎に売られた者もいるのだ。町さんが日本にしたのは無能な政治家どもや権力に群がる財閥の奴らだ。我々行動派は決して彼らを許さない。今からでも決して遅くはないから、直ちに抵抗をやめて軍旗のもとに復帰するようにせよ。そうしたら今までの罪も許されるのである。お前たちの父兄はもちろんのこと、国民全体もそれを心から祈っているのである。速やかに現在の位置を捨てて帰ってこい。ああ、これでおしめだな。おじい様、近衛公爵がお見えになりました。静岡で反乱軍に襲われたと聞きましたが、よくご無事で。おかげで状況に随分手間取りましたがな。ま、どうぞおかけください。ところで文麿さん、時局はどうなっておりますか。この度の不法出動部隊は反乱軍として厳しく処断することで陸軍部内の意見が一致しました。ほどなく民心も落ち着くでしょう。